どう？結構刺激的です。結構ですね。はい。はい。かなり優しめですよ。あ、本当ですか？うん。わたたたた。これこれすごいですね。先生なんか変な汗出てきました。あ、出た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 。これ中ぐらいですか？あ、これ中ぐらい。あ、中ぐらいですか？はい。あ、よいしょ。わあ。いやー。ちょっと涙が出てくる。あなたは悩み解決、哲学同心研究の井上です。哲学同心研究です。本日は久しぶりに栗田先生に来ていただきました。よろしくお願いします。どうですか先生、最近。元気ですね。ですけど、ね、最近ちょっとトレーニングの指導をするようになって。あ、先生とかのね、トレーニングマシーンとか、ね、はい、はい。それですね、やっぱちょっとお尻の、女性の場合トレーニングが結構多いので、自分もちょっとお尻のトレーニングしてたら、うん、左のお尻がちょっと痛くなってきまして。座骨神経痛。そうですね、はい。結構今しんどい状態なんで。なんか、前も座骨神経痛やったんですか？そうですね、はい。うん、すぐに先生よくさせてもらいました。それがまた出ちゃった。また出ちゃいました、はい。それの治療をね、はい、早速やっていきたいと思います。それでは治療の方を。痛い場所って具体的に言うとどこが痛い？いや、この辺はちょっと痛いですね。ここ。はい。仙骨よりも、はい、こっち側？そうですね。はい。本当に座骨神経の出口ぐらいな感じ？そうですね。はい。そこら辺が痛い感じですね。はい。でこっちに太ももの方に。そうですね。はい。痛みが放散する感じ。放散してる感じです。はい。じゃあ軽くこうやって前に倒してください。それで痛み強くなりますよね。ちょっと痛いですね。あと痛みの出る動きってあるの？ちょっと待ってください、ね、うん、これは若干出るのと反っても痛い。若干痛いですね。反ると骨盤を持ってやると痛みが若干ある。反って痛い場所って、はい、さっきのお尻のところ？いや、それが仙腸関節あたり。仙腸関節あたり、はいはいはい、なるほどね。やっぱ前屈が多分一番、前屈が一番、はい、ちょっとこう太ももビリビリ、はい、そうですね、はい、了解です、はい。じゃあまず椎間まで太ももあたりから、はいはい、筋肉緩めていく感じを。またやるんですね。はい、やってみましょう。じゃあ最初オイル塗っていきますね。お願いします。押されて痛い？若干痛いですね。若干痛い感じ、はい、ふくらはぎの方はあんまり、そこはそうでもないですね。そうでもない、はい。オッケー。足の水玉ってやったことありましたっけ？背中は先生によくやってもらうんですけど、うん、足ちょっと怖いですね。意外にえぐいと思います。えぐいですか？一応ちょっと優しめにやる予定ではあるんですけど、はい、で今はあ、結構あどう？結構刺激的です。結構ですね、はいはい、ね、かなり優しめですよ。あ、本当ですか？わたたたた。これこれすごいですね。なかなかすごいですよね。結構すごいです。僕も初めて足やられた時この人マジかなと思ってやばかったですからね。先生なんか変な汗出てきました。あ、痛い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 。これ中ぐらいですか？あ、これ中ぐらい。あ、中ぐらいですか、はい、あ、よいしょ。わあ、いやちょっと涙が出てくる。ダメすよね。ヒッヒッヒッ。やばいでしょ、これ変なやつ出てくるな。やばすぎて、はい、代謝が上がってます。なんかもうすごい。あ、でも緩み方はいいな。やばい。じゃあ今度貼り付けていきます、ね、はい、ここなんかかわいい。はっ、キュって感じ？先生、キュって感じ？お尻、ふって詰められてる感じなんですね、これ。結構痛いですね。結構詰められてる感じ、はい、あ、お尻の詰め焼かれてる感じなんだ。あ、どうしたの？足がなんか天井に浮くんじゃないかみたいな感じですよ、なんか。なんかちょっとおかしな感じ。結構なんか、あ、でも、あ、でも気持ちいいですね。じゃあこれちょっと置いときますね。はい。じゃあ外しますね。はい。うわ、意外にお尻色ついたな。あ、本当ですか？うん。足、足、足。
よ。足の裏のちょこっとついたけど、お尻は本当いい感じの色がついたね。あ、これ子供とお風呂入ると、うん、お父さんどうしたのって言われるぐらいのお尻になっちゃった。毎月なんで見慣れてるんで。お尻のパターンは初めてだ。確かにそうですね。ここが赤いよって言われちゃう。テントウムシって言われてる。テントウムシね。あ、すごい子供の発想。すごいですよね。うん、だいぶ痛くて、だいぶ痛くてね。ほんと、すごい。触った感じはなるか。やばっ。お尻のせい玉か。すごいな。今度やってみようか。あ、これはすごい取れましたね。うん、これも意外にあるよね。最初は剃ってもちょっと痛かったんですよ。はいはいはい、はい。ちょっとこう剃ってみましょう。おお、全然いいですね。ちなみに最初剃った時の痛みを10とするといくつになりました？これ多分3とか2とか。だいぶ落ちましたね。逆に右が痛いです。逆に右、気にしてない右が痛いです。で、今度前に倒して。はい、どうですか？全然いいです。右の方が気になります。あ、左はもうそんなに。はい、俺も 2,3 ぐらい。これも 2,3 ぐらいです。 2,3 どころじゃないですよ。もうここの痛みがないです。あとは、もともとハムが硬いんで、多分そこの原因かなって。太ももの針。はいはいはい。じゃあ、あの、残りを、はい、いつもの例の針で、はい、やってみましょうか。はい。はい、痛いのが、左側でしたね。はいはい。じゃあ、ちょっと右の方の手でやりますね。はい、よいしょ。だいぶ俺を刺されることに慣れてきた。確かにそうですね。じゃあ、はい、これで一回やって、はい、でちょっと剃って、はい、どうですか？あ、ここのハムの針も抜けました。うん、3ぐらいだったらいくつになりました？3、1とか、なんか、うん、厳しめで見て1ですか？厳しめで1。ほぼほぼない。前屈も一応してる。はい。すごい。もう一回触ります。はい。よくセットで使うところね。はい。もう先生のこの針が心地よくなってくるようになっちゃったっす。だいぶ中毒症状。中毒症状が。これ大丈夫です。あ、もうほぼほぼないですね。ほぼゼロになりました。ほぼゼロですよね、これ。剃り方がもう。ね、もう全然軽く剃れちゃってる。そう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 、すごいですよね。あ、いいですね。全然いないです。スクワットもしちゃった。スクワットもしちゃった。はい、というわけで治療終わりました。ありがとうございます。ありがとうございました。なんかもうできるんすかぐらい、あんまりいやーすいません、よくなっちゃうんで。いやいや、ちょっと見てる人は嘘つかない感じが出てるかもしれない。まあでもね、そのぐらい本当に効果的、効果が抜群なんで、はい、ね、座骨神経痛も結構治らない人多いじゃないですか。はい、多いです。長年ね、かかる。でもこの治療をやると本当にもう何年も治らなかったって人が結構すごい楽になったっつって、で先生のところも実はね、この治療をやってるんで、はい、そういう人が本当に多いので、まあ座骨神経痛でね、お悩みの方はぜひ栗田先生のところは足立区のね、あずさ神経院、お近くの方はぜひ、ね、そちらの方で、下に概要欄にね連絡先書いておきますんで、お問い合わせになってみてくださいね。そういったわけで、これからもさまざまな動画を発信していきますので、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。いや、お尻やばいな、これ赤さが。あ、本当ですか？すごい赤い。すごい赤いな。スクワット指導してるから、あの、何十回もやるんですよ、うんうんうん、スクワットのやり方で、チューブを使ってスクワットで、おうおうおう、自分で最初にやらなきゃいけないんで、で多分ハムがむちゃくちゃ張ってるんで、僕うわ余計に来るんですよ。多分そうだよね、男性だから筋肉が発達してるから。そうです、ハムが全然緩んでないのにスクワットしてる俺がいけないですよ。なんかすごいよね。お尻のおまんじゅうみたいな。